はい、ではでは、キチャオチャ1頭の狩猟遺跡平原でサブクエがノリによるダウンを2回成功と。はい、また猿いいんだね、なんだかんだでね。クマさんのそのクックは S ついてないね。ついてないね。俺のこれ S ついてんだぜ。うん、守備力それなりに高いんだぜ。スモールスモール、 スモール S サイズ、 S サイズ。あら、ここ、ここ、やったキャンプだ。なんかど真ん中に、危ない危ないぞ。どこだ、飛び降りそうだ。ど真ん中にいる4番っぽいな、あそこ。わかった、全部あの拾い終わったら。ああそうだ、卑怯組へ。卑怯スタートは基本だろう、まだ上位来たばっかりなんだから。じゃあ私が潜って、あのケチャワチャさんの様子を見てる4番だね、4番。爆弾は様子を見ているみたいな、ね、いつメガンテするんだろうっていう。お、光を守りしか出なかった。そうなんですね。ここにいらっしゃいますね。そこね、うん、ちょうどど真ん中ぐらいのそこね。あ、すごい、ジャギーの群れの中にケチャワチャさんが狩られちゃうんじゃない、この方見てたら。すごいすごい、だこれサムネに使える。まだ気づかれてないの。気づかれてないよ、潜ってったから。あ、すごい、なんか壁に向かって、あ、移動すんじゃない、これ移動すんじゃない、もしかしてケチャワチャさん。お、ケルビンじゃん、叩こう。よし、ふう、あ、なんか移動しそうな雰囲気が。角もらおう、角、ケルビン角もう一匹ぐらいもらって。じゃあ俺もステルス。あ、移動したね、飛んでった。待っとこう、これは。そうだ、あ、なんかそっちの方行ったよ。そっち行ったね、8行ったな。よしよし、ちょうどいいちょうどいい。ケルビー叩きながら待ってる。どこだ、地図がないから。タカフィールさんついてこ。えいえい。よし、今ケルビーの方が大事っと。あれ、なんだこれ、武器出し攻撃どうなってんだ。あ、ためらんねえぞ、なんだ。エリアルためらんないよ。あの、ジャンプ中しかためらんない使用ためがない。体験？うん、体験。おお、結構食らう。あ、またロックオンしてなかった。ボス1体しかいなかったらもうオートロックオンでいいよって思う。変わらなくたっていいじゃない。外したい時もあるでしょ。ボス2回したら無視できるんだから。俺すごい食らうんですけど。守備力100。あ、本当だ。超食らってる。おったおった、猫死ねんじゃねえかな。防御力100ちょいだよ。おお、マジかよ。だいぶ何人鍛えてない人間より猫の方が全然死なないから、このゲーム。いけや。なんで乗れないのこいつ。足りない。いや、もう3回ぐらい当ててんだけど。乗れる位置に叩けてないんだよ、乗り地が。早く乗ってくれよ。背中立ったの戦わないと乗れない。エリアルしないから、あのジャンプの位置がちょっと違うね。キャー、死ぬー。はい、乗った。おいった。お、乗り支援がついてるぞ私。あ、でも暴れてるか無理だ。食べられない体験ってなんだよ。乗り支援、乗り支援。ジャンプ開始から食べらんないの、エリアル。頭分けといて。はい。頭にジャンプして乗った。俺が飛ばしてやるよ。なんか武器出し攻撃がさ、微妙に飛ぶよね。ジャンプ攻撃みたいになってる。ほれほれほれ、当たんなかった。キャー、死にそう。いていて、ちょ、割と守備力が割と。俺回復薬しか今回持ってきてないぜ。マジ薬草笛しかないな。グレートはいらねえなと思って。どうせこいつぐらいなら回復薬終わる前に合わせるだろう。少ない。回復量が少ない。これ回復笛ならね。じゃあ回復笛か。薬草笛、薬草笛、うん、移動？違う、ルーシー狙われてる。キャー、ルーシーの方が強いんじゃねこれ。だって上位装備だし。行ってない、普通に動かしただけだ。なんか壊れた。頭ひるんだね。1回目かな、2回目か。そこはあかん、戦ったらあかんところや。お、切らんか。
遠距離武器はどうにでもなる。違うな、爪が刺さっただけか。一時的に乗り2回だからもう1回か。もう1回で痛いね。回避できねえ。ビリ俺が弾を取る。痛い。もう死んじゃねえか。やばい、ちょっとよくわかんないダメージを受けたわ。もう3回やるいにゃー、よし。あー、釣れた。まあこれで回復のタイミングあんだろう。攻撃にいってるけどない。本当だ。シュン。はあ、タカちゃん別にどんぐりあるだろ。俺にもどんぐりあるし、どんぐり2個あるから。どんぐり俺のどんぐり2個あるから。猫に行き過ぎて人間忘れた。れじゃねえ。猫に運ばれるやつか。はい、来たか。お前らどんぐりねえだろう。あれ、なんかもう一匹、ボス一体もう一匹出てるね。三人いる。見学に行く？三人？あ、三人か。三人いる。どんだけボスいるかと思って。ちなみに何かな？見学に行く？マジで。ちょっと見てくる。いる？いらっしゃい。あ、あれはマッカオじゃねえ。マッカオだ。マッカオか。ドスマッカ。どうでもいい。すげえとこにいるな。すげえとこにいるな。楽しそうだねこいつ。上から行く。あー当たんなかった。違うとこだ。おお、200系パワーだ。もうちょっとで落とし穴が。そこだ。いけ。あーないのに仕方ない、普通に叩こう。もうこんな、あ、乗らないと。あ、やばいじゃん。さっぽらわなきゃいけないから攻撃しちゃダメ。トランポリンはないよ。ないよ。エリアルで行くって言ったから。どっち行ったの？999来た来た来た。って言われても上に地図ないとわからないよ。これ7じゃん。違うか。7のボタンが見えてるだけで7ではないな。この下だ。おお壊れた。おおほう。乗り気ためる攻撃優先しよう。ダメージ与えすると倒しちゃうからな。じゃあ罠でも張っておこう。乗ったー。あ、乗った。あ、すげえ近くに罠置いちゃった。どっちが優先されるんだろう。罠か。あ、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 だろうな。捕獲したよ。捕獲したよ。それどころか捕まえてるし。どっちが多いんだろうね。サブ達成と捕獲って。まあ最高4個だからね。捕獲は3個だから。ああ、でも3個確定だからね。両方は一番多いね。じゃあ多分達成したの見てから落とし穴にはめるべき。じゃあもうね、貼っちゃったからね。貼っちゃったから、しゃあないしゃあない。まあ正直こいつの装備なんか作んないからどうでもいいんだけど。こいつの装備は作んなくてもこいつの素材は必要になるんだよ。ちょいちょいどこかで多分、ね、お、激運だから多いのかな。お、錆び方だ。尻尾一通り出てる感あるな。うわ、いらねえ。これ全ていらねえ。